トマトを作ります。まず赤色と緑色の折り紙を用意して裏面を貼り合わせます。糊でしっかりとくっつけましょう。糊をきっちり貼ったら赤色が見えるように折ります。さらに半分に折ります。一度開いてこちらの部分を折ります。次にひっくり返してこちらの部分を折ります。上の部分をこのようにパカッと開き折り返します。次にこの部分を小さな三角形に折ります。下も同じように折ります。左側も同じように折ります。折ったらひっくり返して上の部分を緑色が見えるように折ります。そしてこのようにもう一度折ります。反対側も同じです。ひっくり返して上の部分をもう一度緑色が見えるように折ります。折った部分の下の三角形の部分をもう一度上に折り返します。ひっくり返すとトマトの完成です。